You're listening to Shibuya Cross FM. せーの、こんにちは。始まりました。代々木のサンセットパラダイス。この番組は代々木女子音楽院がここクロス FM でサンセットタイムのひとときをゆるく楽しく、時には時事ネタや情報発信の街渋谷らしい話なんかも混ぜたりしながらお届けします。皆様、このひとときをどうぞ楽しんでください。それでは今日はこの曲からお届けします。まもなくです、10月31日全国 CD リリースになります。代々木女子音楽院で気まぐれブギーバック。ノックバックやらなきゃ、そうそう、テンション上げて、オーイエス、ファッション見せて、チェックイン、大体感でいける、オーケー、お手のもの、つまずいて転んでも忘れちゃうから、上昇志向、ポジティブシンキング、やるならいっそ楽しんだもん、投稿者オブブラックアンドファイト、オーケー、はたりてまたりで対戦よろしく、ファッションチェックチェック、オッケー、アイコンブラッシュアップ、オーライ、大体のことなんて誤解にはない、悩んでも迷ってもお腹は減るし、単純明快、誰だって愛し愛され生きて、出せない、大胆キラキラにアップデート、センオチメンタルな感情はポイして、歌え歌え歌え、気づけばいつでも遠回り、大切なのは一番より最後まで諦めない勇気ね、愛されなきゃ誰も輝けない、とびきりメイクアップわざとくね、フリフリのスカートでひらひら踊れ、じゃあまずは挨拶しましょうか。はいはいはい、私たち代々木女子音楽院です。紫担当杉浦月菜です。
白担当の中島あきこです。オレンジ担当鈴木きららです。水色担当佐々木美代です。今日はお休みなんですけど、ピンク担当の森山様、森山様ピンク担当の森山さより含め5人で活動しています。よろしくお願いします。お願いします。森山様ちょっと全部持ってかれた。森山様は今日はお休みなんですけど、今回2ヶ月ぶりということで、先月ね、名古屋の遠征で私たちがラジオ、そっかだったから、リヒトがね、あの妹同じ事務所のリヒトがピンチヒッターとしてやってくれましたけれども、うん、どうですか2ヶ月ぶり。めっちゃ久しぶりに感じる。うん、あれ前々回はアッコいたっけ。誰がいなかった。わかんない。リヒトがゲストで来てくれてそうだ、あ、アッコいなかったかも。私3ヶ月ぶりってこと。わぁ久しぶり。久しぶりです。久しぶりです。皆さんもいます。ちゃんと中島あきこも今日珍しく私服じゃないっていうね。そうね、発売日前なので、うん、ちょっと衣装でインパクトつけようかなって思ったらね、すごいね、外でね、めっちゃ皆さん見てくれてるの、ね、これ衣装の効果絶対あるよね。 ね、あるよね。ありがとう。アイドルです。ジャパニーズアイドル、代々木、We are 代々木女子音楽院。代々木ガール、イエーイ、代々木ガールって言ったのか今。Thank you。 代々木ガール、代々木男子って言った。言ってなかった。やばいやばいって、ちょっと聞き間違いでした。聞き間違いだと言うけど、代々木ガールズですね。代々木ガールズですけれども、衣装でラジオに出たことってなかった、うん、え、なんかね、いや、うちら入る前はある。昔あった。え、ね、あったよね、ウィンターの衣装で、ね、私それ見たことある。なるほど、ね、その昔はなんかよく衣装のことが多かった気がするよね。うん、この5人になってからは初めてなのかな。そうだね、初の気がする。多分気がする、うん、ね。いや、インパクトあるよね、絶対。いや、ほんとによ。そんなね、派手なのにカラフルで。確かに、今回の制服さ、あ、間違えた。今回の衣装さ、今から言いたかったこと言っちゃった。制服ね。そう、あの、やっぱ代々木女子音楽院だから、そう、制服っぽくしたいよねって言って、でも結構ファンの人に、え、それ制服なのね、制服って意外と伝わんないよね。そうなんかブレザーっぽい感じをイメージしたつもりなんだけど、ね、そうなのよ。意外と、でも私も自分であんま制服っぽくないなって正直思ってる。あ、本当に。うん、なんかなんだろうね、開いてるから閉まんないからかな。そういうことかな。そうだね、なんだろう、2人はね、開いてる、そうジャケットがね、形がみんな違くて、そうそうジャケットはここ2人がお揃いなんだよね。結構みんなね、それぞれなんか似てるようで、確かに同じなようで、なんならもうネクタイです。うん、一人だけ唯一のいいね、こだわりポイントだもんね。かわいいネクタイなんですよ。そうなんだよね。だから衣装もね、それぞれ細かく見ると全然違うよみたいな。自分たちでデザインしたので、うん、すごくね、かわいいので。ちょっと今見えてないけどね、ちょうど。確かにこっから見たらほぼ一緒だもんね。ほぼ一緒。アクセサリーもね。あ、そうだね。そう確かに、うん、そう衣装さんに作っていただいて、ね、ありがたい。とっても、ね、これはみんな一緒だもんね。これ一緒だもんね。でもさ、これさ、面白いのがさ、メンバーさ、生地がさ、2人違う？違うんだよね。3人違う。あれ、サイルマだっけ。うん、月菜とアッコは一緒で、そうね、ここの3人が一緒っていう。そうなんだよ。そう、なんか柔らかいレース生地としっかりめの分厚い生地でそう、だからなんか、うん、モケモケしちゃってるんだよね。そう、あのレース組はなんかここがモケモケしてくるっていう。でも可愛いから、ふわふわしてて、ふわふわしてて可愛いから。なんかこの画面で見てる方は伝わるかもしれないけどさ、うん、本当に聞いてるだけ、聞いてるだけだったら何のメッチャって何が本当にね。まあ気になる方はぜひ、ね、映像でも見に来てください、見に来てください。映像でも見に来てください。お願いします。お願いします。じゃあということで、もう一曲いきますか。はい、今回の気まぐれブギーバックのカップリング曲となっております。バタ足ビートをお聴きください。
で繰り出しまったなし私も宿題でもはマジでどんだけあっても興味ないね夏が過ぎるなんて言って手握るどうやっても歩きづらい砂浜みたいだねと油断してると取られそう話したこととねちょっと重なってしまうんですけれども改めて10月31日ロックフィールドレーベルより気まぐれブギーバックという曲が全国発売されまーす、あーもう今月もうすぐだね、もう半月だ早いねね次のねリリーベは10月20日うん、あれ次なんだっけ次だね次が20日ですえ、もう20日なんだうんやばねあっという間だよ終わるやん次は10月20日タワーレコード渋谷店さんにてねすぐそこだねもう本当にすぐそこにありますので皆さん20日このまま一緒にね行きましょうね一緒に行きましょう4日間かけてぜひ一緒に行きましょう、ね、行きましょう4日間かけましょうそしてね笑うじゃんめっちゃありがとう23日はい、うん、10月23日は、はい、いよいよ、うん、ビレッジヴァンガード渋谷本店さんにて晴れ時々ロマンスというねカップリング曲がようやくお披露目されますイエーイようやくだお待たせしましたお待たせしましたもはやさ、うん、カップリング曲ってあるのって
って結構聞かれることも多いね。バタ足だけみたいなね。そうなの。なかなかね、斬新なことに。斬新なことだね。23日にようやくお披露目されますよということで、うん、ね、この日は絶対にね、来てほしいよね、うん、はい、こちらも略してハレロマ。ハレロマ。ハレロマ。ハレロマです。かわいい曲です ね、うん、めっちゃかわいいよね。確かに、なんか見どころとか、うん、そうだね、今回はその気まぐれと、うん、バタ足とハレロマと3曲、うんうんうん、新曲として出させていただくんですけど、うんうんうん、ハレロマ…間違えた。気まぐれは、うん、余裕上、いつもの余裕上って結構さ、もうザ、かわいい、確かに確かに、うん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 、っていう感じだけど、うんうん、今回もかわいい要素ありつつも、うんうん、メロディーとかも振り付けもそうだけど、ちょっと、ね、うん、ダンスっぽい、うんうん、ね、ポップな感じで、ポップだよね、ポップ、確かにすごい新たなね、ヨイジョの一面が見れる、うん、確かに、なんかいつものふわふわ感みたいなのとはまた違う、うんうん、違うね、そうだよね、パキパキって感じ、パキ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 ワキワキパキ聞こえたどっちでも楽しめます。確かにそう感じで、うん、まあ、バタ足は結構もう結構長くさ、ライブではお披露目、夏、うんうんうん、夏の曲、うんうん、夏の曲を冬前にでいいっていう、そう、確かにハロウィンに、ハロウィンに確かに結構あれだよね、みんなで踊れる、うん、そうだね、感じだね。なんかさ、季節でさ、歌詞変えれたら面白いなとか思ってたけど、でもバタ足ビートってバリバリなってるよねそもそもだな、秋仕様にするの難しくない？なんだろう、しょっぱなじゃない？今年のさつまいも、さつまいもさつまいもビートまあ、さつまいもは美味しいから、美味しい、秋だから関係ある、難しいか、関係ないか、難しいわ。しょっぱなさ、今年の夏はどうするってって言ってるじゃん、うん、確かに今年の秋はどうするってになっちゃうのそうなるね、そうなるね、そんな感じで、うんうん、どんな感じどんな感じ、結局え、でも私あれ夢、バタ足の2番のサビさ、うん、みんなで回るじゃん、うんうんうん、あれをなんか野外とかでね、やりたい、すごいでかい円ができてたら面白い、ね、めっちゃ面白い、1回でいいからやってみたくない、見たい、そのファンの人がこう回ってる間で、うちらも回る、ね、え、もうもはやその丸の中入っちゃいたい、あ、そうそうそう、入っちゃいたいね、1回でいいからすごい、なんかどんな絵面、カオスあ、まるで来たと思って入っていっちゃいたよ確かに飛び込みあ、私だから確かに、振りもあるもんね、うん、あるあるある、中にそうそうそう、あります結構な壁を越えないといけないけど頑張ります頑張りましょうで、まあ、まだこの後ね、この後じゃないわ、来週が、うん、お披露目するハレロマは、うん、曲調と歌詞はめっちゃ可愛い感じ、うん、そう、可愛い、だけど、あの振り入れした時に、うんうん、なんかいつもの友情じゃない振り、そうかるなとは思った、めっちゃ思った、うん、そう、なんか新しい、あの個人的には、うんうん、チケナの中で一番ヨイジョの中で、うんうん、そのエモ曲とかを抜いての、うんうんうん、そう、あの難しいというかさ、うん、結構踊るなって思ってた曲が、うんうん、放課後アドベンチャーだったの、うんうん、そうね、うんうん、そう、結構踊るじゃんあれ、踊るね、そう、あれとはまた違うんだけど、うんうんうん、なんかあれと同じぐらい難しいなというか、うんうん、そう、動きあるなって思った、わかる、なんか、うん、気まぐれもさ、うん、割とダンス曲みたいなイメージで作られた曲だけど、うんうんうん、なんか私的にそっち以上にすっごい動いてます感がある、めっちゃわかる、ね、なんかし、なんていうの、なんかさ、うん、体使うよね、体使うなんかダンスをやってないと難しいレベルの、アイドルダンスってよりも、そう、なんかダンス、ヒップホップとかがちょっと強めのダンスって感じ、そう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 、遠い感じ、あ、苦戦してたもんねしてたね、この手の向きとかしてた、確かにしてた、してた、さゆり、森山様から、さゆりレーダーでビビビってなったから、ね、森山様からね、アドバイス受けてた、はい、あとは先生に聞いて、確かにね、すいません、ここわかんないんですけど、ね、って言って、そうだね、そう、なんか振付師さんもさ、うんうん、いつも知ってくれる方とちょっと違う、うん、方だったからなのか、うんうん、そう、なんか私もそうダンス、うん、
やってたっていうのもあって、うんうんうん、超ダンスって感じがして、うんうん、踊っててめっちゃ楽しかった楽しかった。お楽しみにですね。お楽しみに23日、まあ、これ以上言っちゃうとねネタバレになってしまいますし、歌い出しちゃいそうてか歌いたいよね。歌いたい早く歌いたい、うん、ちょっと歌いたい。もう危なかったもん、なんか、うん、あのハレロマって言った瞬間に流れてきちゃうから頭に分かる。あ、やばい、ダメだって。ダメだよ、分かる分かる。制限してます。そうですね。あと何、気まぐれ、あれ気まぐれはもう言ったっけ。今全部言った。うん、あ、言ったのか。言いました。お楽しみに、お楽しみに、お楽しみに、絶対来てねそう、ミュージックビデオとかもね、うん、もう昨日公開されたしね、うん、そうだね、みんな、うん、見た、どうだったかな、見ましたか。見ました。うんうんと、あ、うんうんと、よかったよかった。もうすぐね、1000回再生になりますので、ね、はい、そう、始まる前に見た時は970回だったから、うん、おもうちょっと、もうこれが終わってる頃には超えてるといい ね、うん、ね。そう、でも私がね、お昼頃見た時に790ぐらいだったので、そのあと見たら900超えてて、俺ちょっといいペースなんじゃないって思う。朝見た時950だった。おろ、私の方がおかしいのお昼頃にね見たらね790だったの。あれ、そう、あれ反映されないでかな多分かな、朝、うんうん、朝見ようって、あの、うんうん、コメント欄を見たくて開いたら、うんうんうん、950で、おうわ今日中に1000行きたかったみたいな、目覚めるまでには、はいはいはい、うんうん、っていう気持ちで、うんうん、あの外に出た外に出たんだね。外に出た、ね、じゃあもうこれが終わってる頃にはきっと1000回行ってるということで、そうだね、お願いします。願ってます。来月の4日、うん、そうだね、までに1万回再生を超えると、うんうんうん、あのライブでのね、推しメンとの写メが1枚無料っていう特典が11月中ね、つきます。そう、しかもヨヨジョってさ、すごいよね、ライブ基本的に多いじゃん。多い、うん、いっぱい撮れるじゃん。いっぱい撮れるよ、ね、いっぱい思い出作れちゃうよ。シャメ好きなんだよね。私もシャメ好き、ね、いいよね。なんかツーショットとか撮ると余計、うん、うわーこれもっとシャメの特典つけたいわってなる、うん、分かる分かる分かる。みんな待ち受けにして。確かに、なんか私いいね、もはやツイX とかのアイコンとかね、あ、確かに、ね、かわいいね。なんかさ、私オタクしてた時に、うんうん、なんかその特典とかで推しメンシャメみたいな、うんうんうん、あった時、うんうん、撮ったらすぐ待ち受けにして、かわいい、マナもしなきゃだよこれ、みおちゃんに習ってね、しましょう、かわいい、強制的にそう、強制的にお願いしますお願いしますお願いします。じゃあ、MV の裏話とか、うんうんうん、ね、裏話で言うと、月菜は一番強いのは、ね、うん、やっぱり代々木女子音楽院といえば、うん、ゲリラ豪雨なんですよ、はい、といえばなんだ多分、といえば、代々木女子音楽院じゃなくて私と月菜なんですよ、そうね、って言ってほしいかもごめんなさい、うん、すいません、月菜がすいません、すいません、私と月菜が原因、素晴らしいぐらいに、うん、あのね、地方にね、ガソリンスタンド、うん、ガソリンスタンド屋さんっていうの、ガソリンスタンド、ガソリンスタンドだね、に行ったんですけども、うん、あのもうすっごい雨が降ったんだよね。やばかったよね。そう、雷もやばいし、そう、雷もやばくて、やばかったよね。そう、ありえないぐらい天気悪くて、うん、あの MV もね、外で撮ってるのは、うん、そうそうそう、雨やんだ、急げ急げみたいな、そう本当にもうすごいのよ。だから好きなさ、うん、雨降り始めたところ映ってて、うん、分かりやすい、ね、こうやってて、好きなが車拭いてる時に雨って降ってんのよあれちょうどね降り始めたもんね、ちょうどあの瞬間にパラパラ降ってきたんだよ ね、うちらが出てきた瞬間降ったんだよね、うん、でもあの日は私のソロを撮ってる時はめっちゃ晴れたの。え、でもタイミング良かった気がする、ね、確かに、全体的に良かったって言ってたもんね、うん、もう晴れすぎてなんなら眩しくて確かに、もう目が開けるのがしんどかったちなみに私の時、ね、超降ってました。あら、そうなんだ。そう、あのつけなは外、うんうん、なんていうの、日光当たってるところでは撮らなかったからよかったんだけど、うんうん、そうだね、うん、めっちゃ降ってたね、だから雷のためにつけなってなっちゃったちょっと伝わらないんだけど雷のためにちょっと飛び跳ねてるみたいなその撮ってる時もやばかったけどさ、うん、帰り帰りね、やばかったじゃん、そうか、やばかった、怖すぎ
ぎて、そういう意味ではタイミング良かった、ね、両隣なんだっけ、好きだとアッコだっけ、そうアキコ、アッコが隣にこういて、うん、で2人とも髪ないダメだから鳴るたびにももうあ、そうだったんだ、横で横でちょい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 揺れてる。そうだったんだ。でもなんか外暗かったのにさ、うん、雷のさ光でさ、ピカーンって、うん、すごかった、雷すごかったあれ。しかもなんか天気のやつ見たら、ちょうどうちらがいるところが、うん、あの一番やばいちょうどすごいよね、本当、ね、に呼び寄せちゃったよね、そう、うん、本当に、ね、うちらすごいね、呼んだかもしれない、ね、でも撮影終わった後でよかったよね、本当に、うん、あそこから撮り始めてたらもう進まなそう、もうギリだったよね、ギリだったね、ギリギリギリ、ね、急いで出ましょうって言ってガソリンスタンド出て車乗ったらザーもう車に落ちてる雨の音もすごいしさ、もうやばかったよね、あの石ね、うん、やばく石が落ちてきてるみたいな、イヤホンとかしてるのにバン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 みたいな、やばくて、やばい、うん、MV の話じゃなくてやばい、天気だ、延長だから、延長だから、そうそう、MV の延長だから、裏話、裏話だから、そうそう、あ、じゃあ、そうそうそう、なんか個人的にさ、好きなシーンとかはあるの？はい、あ、どうぞどうぞ、え、同じかな、え、私、あの、全員で並んで背番号、あ、後ろの、一緒ですか、一緒です、一緒、あの背番号こうやってやるところ、ね、見せてるところがめっちゃ好き、うん、あーいいね、そこもね、背番号なんでその番号にしたら、確かに、そう、9、あ、9、なんで9 なん私は9月の27が誕生日なので27番にしました、うん、うん、好きなは、うん、あの9月1日、うんうん、1日なんだけど、いや1番はちょっと主張強いかなと思ういいのにえ、しかもなんか個人的にずっと9、うんうん、まあ、9月生まれだからしかないんだけど、うんうん、理由は、うんうん、そう、なんか何を選ぶにしても9とか、うんうん、ビンゴとかも絶対に9が入ってるのを選ぶの、え、わかるかも、え、そう、でも、まあ、いつもビンゴなかなかしないんだけど、うん、そう、でもなんか9好きだから、うん、え、でもそうしたらさ、好きなアッコで並んでるからさ、そう、だから私の誕生日になってんのそうなんだよね、あ、え、でもアッコ単体だと私の誕生日なの、2月7日だから、あ、確かに確かに、すごいね、隠されたね、そう、すごいよね、すごいね、私と月菜が並ぶとめっちゃ私の誕生日主張してるみたいしかもそれ始まりだからね、そう、ね、あ、そっか、急に7始まりだからでも927番にしなくてよかったですよね、3桁やばいもんね本当はしたかったさ、番号も言っとく、そう、本当はあの927番にしたくてでも背番号にそんなあの大きい筋ないよって言われてちょっと怒られちゃったねちょっとキレ気味で野球知らないでしょみたいな感じになっちゃったねで、あ、すいませんみたいな、その927番のせいで、あの、月菜とさよりも91番と83番にしたかったのに、うん、それもダメって却下されちゃったんだよね、さよりと、あの、アッコがね、その日ライブでライブいなかったのよ、うんうんうん、そう、絶対にアッコの927番のせいだよねとか言って私のせいなんだなんかごめん2桁の30番のミオは通ったんだもんね、そう、通ったそうだね、ちょっと小さめだけど、ね、30までだったもんね、ギリセーフだったもんね、30までだったからね、ミオちゃんはなんで30なんですか、とミオなので当て字当て字ね、素晴らしい、いいね、いいね、いいな、それあるの羨ましい、わかる、キララ1個もないえ、ほんと好きな、1個もない、2キーがもうね、キーがないね、無理やり9にするしかないみたいな、ナは7ですけどもね、ツキュナ297でツキュナツキュナキュララキュララナはないもんね、ナは難しいんだよね、アコはアコはアコはキーコもないかも、アコないんだ、アキコなくない、ない、あ、9だ9つのえ、アキコな、じゃあ99じゃない、アッキュアッキュアキコ誰ミオが一番綺麗だね、最高だね、羨ましい、羨ましい、さゆりできる、さんさゆり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 ないね、あ、ないね、3ぐらいで3で3ゆり、3ゆりで、急なバイク音が、ね、びっくりしちゃった、うん、キララは私は、うん、もう7ラッキーセブンの7が大好きなのと、うんうん、2月7日生まれの7だから、うん、私も7があると過剰に反応しちゃうの、いやでもね、わかる、やっぱ誕生日ってさ、うん、すごい重大だよね、そう、そう、うん、もう好きな番号絶対7になるから、私は最初から7って言ってたから、うんうん、やりたいユニフォーム番号にできたんだけど、そうね、そうそうそう、
くそでもよかったね、27にしなくて。確かに。あ、そっか、あっこ何もできなくなっちゃう。私どうしよう。でもそれこそ一番にしたわ。確かに。あ、逆に。確かに。そうだったら一番にしたわ。え、好きなシーン、キララはあるの？私はあの言っていいかわかんないんだけど、言っていい？え、ね、分かった。何？何？なんか、まあ、撮影の一生だって残る。え、しかもそういうことか。これに関してはアキコのいろいろなあのプロ意識とかにもかかってきちゃうから。確かにね。じゃ、まあ後半のデーデーデーデンのシーンが好きっていうことだけ言っとく。何がとは言わんけど、落ちサビの前の引きで撮った新衣装のシーンが私はすごく好きですよってのだけ言っといて、まあ、撮影してて楽しかったのは私もここかも、はい、ね。でここさめっちゃ撮ったよね。撮った、めっちゃ撮った。もう一回振り返りましょうって言ってさ、何回も何回も振り返ってんね、あれ。本当に OK です。ちょっとタイミングがずれるとさ、うん、ダメだからさ。そう、そうだね。はいはいはい。次次次。え、でもなんかあの辺撮ってる時が一番楽しかった、うん、楽しかった。分かる分かる。え、全部楽しいんだけどもちろん、うんうん、あの自由に動いてとかさ、わちゃわちゃするのさ、うんうん、うちら得意じゃん、うんうん、だからさ、あの最初のくるくる回ってるのとかさ、うんうん、確かに。ハートとかもほぼ全部アドリブでやってる、うん、そう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 、そう、あの辺めっちゃ好き、ね、なんか今回ソロのさ、カットが多かったから、うん、5人揃って撮れるシーンが限られてたから、うん、そうだね。そう、こそなんか楽しかった気がする。わ、うん、かるわかる、うん、え、いいね。あとなんか好き好き、うん、あの面白いというか、うん、自分で見てて恥ずかしいってなっちゃうところがあるね、うん、あのカッコつけてっていうすごいね、高級車の前でカッコつけるところがあったんだけど、一番最後のシーンでね。え、そう、うん、サムネにもなってる。ちゃちゃちゃのこのなんか、はい、みんなカッコつけて、はい、まとまったってずっと言われてて、ゆうじそんななんかなんだろう、カッコつけることがあんまりないもんね。今虫が通りました。虫が通りました。そうなのよね。そう、え、だからあっこさ、あそこ映るたびにさ、めっちゃ恥ずかしい。しかもさ、私がトップバッターで、トップバッターだった。で、トップバッターで映ってさ、めっちゃ目力でさ、なんかめっちゃこうやって決めた。髪の毛なんかやってたね。ポニーテール、ポニーテールやってたよ、なんか。いや、でもあのあっこのね、目力にやられてしまう方々もいるんではないでしょうか。いてほしいね。いてください。せっかく決めたしね。絶対キュンとする人はいると思う。いてください。そう、うちらはメンバー同士だから、あっこめっちゃ真顔やん。やばいよね、あの引きで撮った時もめっちゃ真顔なの。え、しかもあのキララがちょっとにまってしてんのよ。そう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 、そん時のキララの表情見たみんな、え、キララ笑ってる。厳しかったの。そう、え、キララ笑ってない。別に笑うなって言われてないし、カッコつけてしか言われてなくって、みんなが好きで真顔でいたのに、ニコって私したらなんかもう MV ね、送られてくんだよね、事前に。一応最終チェックみたいな感じで送られてきた瞬間、もうみんな指差して、キララ笑ってるじゃん。なんかずるいみたいな感じ。私めっちゃこんなはーんとか言って決めてるのに、違う違う、笑っちゃダメなんてなかったし。一応ね、カッコつけてって言われてないから、カッコつけてって言われたら決めてはいたよ。だから、え、でも確かにね、うん、決めてはいた。裏話すると、うん、月でも一回だけ挑戦してみたんだけど全く使われてない。うわー、カッコつけたやつ。カッコつけ似合うみたいな、やってみたいなと思ってやってみたんだけど使われなかった。そこは使われなかったんだ。しかも多分ちょっと自分で、うん、我に返っちゃって、うん、みたいな。あー、なるほどね。で、私あのシーンずっとんってなってたと思う、うん、なってた。端にいたから、うんうん、反対側にいたアッコとかが映されてる時も私もずっと、うん、え、私もだよ。私もめっちゃあのキララとか映ってる時超ニヤ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 してて、え、でも、え、だから多分私もあったのよ、絶対、うん、似合ってしてる時からもあったんだ。だから決め顔が漏れてたんだって。あそこがいいと思ってね。いいと思ってめちゃくちゃ決めてたのね。え、でもすっごいやっぱアッコってマジで目力強いなって、うん、目力強い、うん、引き込まれちゃったもん。こんなんになっちゃうもん、ほんとに。ほんとか。アニメ、漫画みたいな。めっちゃ決めてるやんとか言って笑んで、こんめっちゃ笑ってたくせに。ほんとかよ。ほんとかよ。すごい、秒で変わるじゃん、意見。すごい、すごいすごいじゃん、びっくりしちゃった今。きっとこういう方もいたと思う、うん、あーね、そう、それはそう、代弁してくれる。ファンの人の気持ちをこうやって、あの代弁したのか、目の前で言ってくれてる。そう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 、そういうことかな。ありがとう、どういたしまして。どういたしまして。あれ
なんか入ってきた新しい人いた何も言ってないのにスッと入ってきたスッとなんか入られたびっくりしちゃった今でも今回がさ、うん、外での撮影がアイジャストぶり、うんうん、そうだねだってじゃん確かに、うん、あのさ、ね、外で撮った時にね、うんうん、でそう雨私も降ってなくてめっちゃ眩しかったの、うんうん、眩しそうだったアイジャスト思い出しちゃって、うんうんうん、あのアイジャストのジャケットとか見てた大丈夫ムスってならなかった大丈夫あのなかった大丈夫でしょ大丈夫だったね確かにだけどあの私の中アイジャストの話しちゃうと、うんうんうん、めっちゃ笑ったのあれでもすっごい笑ってたのねあ、はい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 、あのジャケシャーあれ、共感するよそれで、本当にうちらのところだけマジがやばくてすごいよそう、もう分かりやすく右3人ぐらいはちょっと影っぽくなってるさゆりも半分だけ眩しくて、はいはい、もう本当に眩しくて、うん、でも目開けて笑ってって言われるから、うん、もう頑張ってるのにそしたらこんなんなってた可愛いよね、ムスっとしてたねちょっとみよちゃんね、ムスみたいなめっちゃ言われたよ、怒ってんのって怒ってないんだよねめっちゃ笑ってんのあれ一生懸命ね、笑ってたし負けないようにね、笑ってたんだよねでもそう思うと今回のジャケ写はね、うんそうかそう、ね、もう公開されてるもんね、うん、そうそうジャケシャはスタジオで撮ったんだよねそう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 、うん、しかも3タイプあってねそう初めてだよねだし、うん、ジャケシャで一つお披露目された衣装があってね、うん、そう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 ユニフォームベース、確かに、うん、ユニフォームそうなんか結構ね、うん、人気でそう、ね、よかった、嬉しいそれでライブしてほしいって ね結構あったんだこれやりたいね、やりたい近々あるかもしれないよって感じなので、うん、皆さんぜひとも全全リリベにねそうそうそういただければ絶対に見れる絶対に見れるのではいよろしく頼ますぜひ来てくださいはいまあでもきっと着るってなったら告知されると思うけど、ねうん、そうだね告知ちゃんとします、うん、個人の朝とかも早くねね、そうだ ね, そうだね見てもらいたい、うん、いっぱい撮ってもらったから、うん、いい感じだよねめっちゃ撮ってるてかそうなんか多分カメラマンさんがめっちゃさ、うん、すっごいさ上手だったねうんなんかベースボールの時が特に好きなんだよね、うん、あーいいよねなんか結構決めてるんだけどみんな決め結構みんなさ私もめっちゃ決めたそういうシチュエーションというなんていうエフェクトじゃないけどそうなんかそういうあのライトみたいな、うんうん、なんか逆光っぽい感じだったんだよねそう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 結構みんなまたおすましさんというかそう、うん、おすまし顔であんまり歯出して笑うっていうよりはちょっと決め顔系だったよねちょっと決め顔系だったから、うん、決めちゃったよね決めちゃった決めちゃったよねあとさ、うん、あのアイジャストのさその眩しい事件があってからさ、うんうん、5人でのジャケシャってなかったじゃんなかったなかったそうだね一人ずつこうねう、うん、組み合わせていくタイプに、ね、そうそうそう、ね、今回は5人でちゃんと撮ったもんね、うん、そうだ ね、うん、ユニフォームのだけこう切り抜きみたいな感じだよ ね、 そっか、うん、そこは全部5人でそのままちゃんと撮って、うん、あの合成とかでもないですよっていうねそうじゃないですよっていうちゃんと5人で撮ったねえ、B タイプだっけあの私服のやつあれさ、何回見てもさみんな立体的に見えるんだけど、うん、ねすごいあれすごい、うん、奥行きが浮き出てるみたい、ね、すごい、ね、あれすごい、うんちょっとみんな楽しみにしててください、うん、はいでも早く実物見たいよねそうなのよ、ね、本当に早くフラゲリビーね、うん、なってほしいね29かあ30かな30かなやばいそうだよねだってさ31じゃんハロウィンじゃんそうなのよ、ね、えねなんかさみんなにコスプレしてきてもらったりとか逆にねあでもそうあそうかまだ場所は言えないのか、うんそうかな、ね、そっかまだ出てないのかな、ね、そもそも31もあるかないかみたいなみんなからしたらそういう感じなのかな確かにそっかそっかまあ一応発売日ではありますよってことだけは言っときますねはいということはっていうのだけ、ね、今すごい目で語ってる次な何回なんだろうねリリーベってでももう41ブギー目だったんだっけこの間がやばそっか3ヶ月やってんのかそう 41? そう1ヶ月え今までさえそう今までってどんぐらいだったっけっていうねアイジェストの時も結構ある気はしたんだけど多めだった気がする多かった気がするそんな41まではやってないのかな、うん、2ヶ月とかじゃない、ね、期間が長かったよね今回、うん、そうだね、ま、めっちゃ長かった7月の終わりからだから、うん、そうだねうん3ヶ月ぐらいあーそっかやばいねすごい、ね、レベルさんがさ、うん、関わってるからさ、うんうんうん、今までのリリーベだったら立てなかった場所とかにもさ、うん、本当にね立たせてもらったじゃん、うん、えどこが特にさ一番印象に残った、いや一緒なんじゃない全員えじゃあせーので言ってみよう、うん、待ってどっから言うんだろうえっとじゃあさ
カルツ、そうだね、せーの、サンシャイン。そうだよ、ちょっと待って、ちょっと待って、トーン低すぎ。サンシャイン。高い方でやり、嬉しかったんだよね、やり直そう。高いバージョンやろ。せーの、サンシャイン。危ない、私めっちゃ高い声で言おうとしてた。サンシャイン。アニメになっちゃう。いいけど。サンシャイン、サンシャイン。あれはね、めっちゃ嬉しかった。嬉しかった。嬉しかった。びっくりした。もうどこ見たらいいのか分かんなかったもん。360度ね。そう。4階席とかやりたかったもんね。そう、やりたかった。え、分かる。え、だからさ、絶対にいつか、あの、代々木ストで4階まで埋めようよ。そうなの。確かに。ね、そしたら、あの、アリーナとかやれるから。そうなんだよ、そう。ちょっともう本当に夢ですわ、それ、うん、夢やりたい、めっちゃやりたい、うん、平日だったのにもかかわらずさ、結構な人いたじゃん。そう、すごかった、うんうん、すごいなって。ヨギストさんも来てくれてたもんね。ねえ、ありがたい、ね、なんか結構平日のさ、そういう早い時間がさ、うんうん、増えてきた、うん、そうだ ね、 最近、 ね、ちょいちょいと、うん、あるもん ね、 ね。でもみんなさ、いっぱいさ、余計じゃない、間違えた、予定をさだいぶ変わっちゃうね。予定いっぱい、図工、うん、予定を開けてくれたりとか、うん、そう、もう本当にありがたいな。ありがたいよ、本当に。ありがとう、みんないつも、ありがとうございます。今日も平日なのに ね、 ね、ありがとうございます。お仕事帰りとかかな、みんな。ね、ありがとうね、お仕事帰りなのかな、みんな。お休みしっかり。お休みいるんだね。お休みじゃない方もいる。ありがとう。でもさ、冷静にお仕事がさ、うん、なくてお休みさ、うん、好きなだったら、わー、一日寝れるなとか考えちゃうの。いや、わかる。わかる。家から一歩も出ない。みんなはさ、うん、お仕事やってライブも来てくれて、うん、次の日の休みにもライブ来てくれて、うん、すごいよね。いや、みんなのがさ、体力あるんじゃないみたいな。わかる、わかる。それはマジで、あとなんかさ、うん、次の日朝から仕事なのに、遅いライブの時間終わった後に、そうなの、みたいとかしてるじゃん。すごい、すごい本当に、ね、元気だね。なんか私たち今日3回しなんだよねって日にさ、うん、なんか4現場ぐらい回してる方とかいるいるいる、あれ、いる、うちらより忙しいんかいみたいな。そう、本当になると思うの。そうそうそう、すごい、ね、あるよね、すごいよね、そんなことあるんだっていう、ね、本当にすごい、うん、最後までね、ついてきてもらえたらなと思っております。だってもうあと2週間ぐらいってことでしょ。やば、そうだよ、早い、ね、頑張ろう、頑張ろうね、頑張ろう、えい、えい、えい、おー、えい、えい、おー、絶対に伝わんないのよ、それ。みんなもよろしくお願いします。リリベの最初始まった時さ、うん、3ヶ月長いみたいな、うん、ね、話してたもんね。なんか前回のメイクアップが、うん、あの思ったようにね、リリベを、うん、そうね、うん、地方は多かったんでね、そうそうそう、できることができなかったから、うん、なんか長いなとか思ったけど、うん、時間が経つって思うと、うん、もう、ね、だって涼しくなったもん、ね、季節、ね、季節変わった、涼しい、そう、めっちゃ涼しい、そうなの、なんなら寒いもん、うんうん、すごいね、うん、そうだってみんなもさ、最初、うん、あの前回がなんていう数があんまりなかったからさ、うん、今回はあるのとか言ってたじゃん、みんなも、うん、ちょっとそしたらめっちゃあるやんみたいなさ逆に、ね、逆にみんなも逆にびっくりしちゃうみたいなさそうなの。でもね、いつもみんなね、うん、頑張ってきてくれたりとかして ね、本当に嬉しい中ね、ありがとうでございます。ね、あと今年はね、あの TikTok とかさ、そういうのでさ、いっぱい広げてくれる方とかも増えて、うん、ヨエジュ自体もね、OK にしたもんね。そう、なんかヨエジュ自体もなんか結構最新に追いついてきてない？うん、うん、追いついてきてる、ね、もっと追いつきたいけど、え、ね、本当に、うん、頑張ってね、本当はね、本当はね、時代に追いつかないとね、ね、うん、やっぱ SNS 時代なのでね、本当にそう、ね、うん、そうなのよ、弱ま、弱ま、今言いたくなっちゃった、言いたくなっちゃった、我慢できなかった、分かった今のですいません、すいません、すいません、いいね、だからあの動画とかも無料ね、撮れるのでね、うん、ぜひぜひリリベ皆さん来てください、うん、遊びに来てね、いっぱいありますよ、まだまだラストスパート、近々のリリベ言った方がいい、ね、言っとく、うん、そうだね、10月20日、はい、タワーレコード渋谷店さんにて、本当にもうすぐそこなので、ね、すぐそこの徒歩1分ぐらいの、ね、なのでぜひ皆さん遊びに来てくださいということで、はい、お願いします、お願いします。23日も、はい、うん、23日も絶対絶対に、23日はね、ビレッジヴァンガード渋谷本店さん、あっちですね、でも結構近くなのでね、渋谷ですね、新曲がね、
ね、お披露目なのでね、はい、やっとカップリング曲お披露目ですので、うん、はい、踊ろうとしちゃった、危ない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 ですよ、危ない危ない、やっぱ一番最初に見るって結構さ大きくない、うん、うん、大きい、わかる、1回目って1回しか来ないからね、そう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 、友情自体も、うんうん、結構あたふたではないけど、うんうん、いつもよりはなんか余裕ないというか、緊張する、そう、めっちゃ緊張する、ドキドキしてる姿も見れるから、うん、やっぱ初回って結構大事な気がする、うん、ね、うん、重要だよね、重要、ね、ぜひぜひぜひください、はい、お願いします、ではそろそろ終わりの時間がやってきたということで、ね、最後はね、前回の8枚目シングルのタイトル曲だった、うんうん、メイクアップをお聴きください、どうぞ。次回は11月20日月曜日、ここクロス FM で午後5時から公開生放送でお送りします。 88.5MHz、 皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。